い、皆さんどうもこんにちは、まちゃんでございます。今日はですね、アルミファクトリーさん来てるんですけども、ここ最近大きな車が多かった、このインプレッションですけども、今回はなんとジムニーということで。そうですね、ちょっとね、はい、変わってるジムニーなのでね、ここら辺は石塚さんの方に解説してもらいたいと思います。よろしくでございます。はい、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますということで、石塚さん、はい、なんかこうランクルだハイエースだってこう大きい車、はい、やりましたけども、はい、久しぶりのこうジムニー工房。そうです ね、ジムニー屋さんもやってますんで、はいはい、珍しいジムニーというか、はい、まあ、だいぶ GB74 ですね、うん、1500cc の、はい、あのジムニーなんですけども、はい、うちのお客様で、はい、GI ワックスさんのルーフテント、はい、人気ですよね、はい、今ね、取り付け台ということで、はい、GI ワックスさんのルーフテントをやらせていただきました、うん、はい、はい、うん、で結構ね、屋根がやっぱりだいぶルーフテント60キロぐらいあるんで。あ、そんなに。はい、うん、そうなんですよ、うん、普通だと結構ね、頭がフラフラしてしまうって、はい、通常は乗りにくくなってしまうんですね、うん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 、はい、でただそれだけではそのふらつきが収まらないだろうと、うんうん、いうことで、はい、今回ジャムの佐藤さんメイドのですね、うんうん、いつも通りのフォックス、後ろ重たいキャリアついてるよっていうことで、はい、スペシャルオーダーで。なるほど、うん、フォックスにフェビーって書いて送ってきてもらいましたけど、フェビーね、はい、はい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 、でまあそれをつけさせていただいて、はい、お客さんにどうですかって聞いたら、うん、いや全然普通に乗れるようになっちゃったよ、ありがとうって言われたんで、うんはい、今回ねお約束の定位37も入ってますし、はいはい、ものすごく今となっては、うん、随分ハイレベルな74なんじゃないかなって思いまして、うん、はい、ちょっと一回 YouTube でご紹介したいなというふうにちょっと思って今日やっていただいております。はいはい、まあ、ちょうどねお客さんがこう車持ってきてくれてるタイミングだったんで。そうですね、はい、皆さんの方にねご紹介しようということなんですけど、はい、そうですね、今ねほら GI ワークスさんの、はい、ルーフテント、はい、まあ、かっこいいから、はい、人気でしょっていうところなんですよ。はいはいはい、はい、でね、ただねこれ今石塚さんおっしゃってたように、はい、そんな重いんですね。重たいんですねだからね取り付けの時もね、うちフォークリフトで、うん、フォークリフトで、うん、帯かけて、うん、屋根の上に持ってって、うん、みたいな、 それでそこを傷つけないように、傷つけちゃったら大変なんで、うん、そーっとこうつけさせていただいてるんですけどね。まあ、人気のね GI ワークさんの、まあ、ルーフテントをつけてと、はい、で今ね、はい、ほらそのテント大人気なんだけど、はい、やっぱり頭の上にその何60キロ、はい、そうですね、60キロぐらいありますね、はい、ってことは、はい、重心が高いところにそんな重たいものを乗っけたら、はい、結構辛いんじゃないですか。辛いと思いますでこの間ねデリカ D5 にも、うん、ルーフテントつけ出してもらったんですね。おうおうおう、それねこれよりもっと大きいやつだったから 1.5 倍ぐらいあったんで、多分90キロぐらいあったと思うんですけどそんな重いの。はい、やっぱお尻結構下がって。いや下がるでしょ、だって、うん、屋根の上に、うん、90キロぐらいあったら、フロントタイヤの接地感がちょっとなんか薄かったですね。何こうなるから。そうですね、あっちゃー、なんか、はい、あっそう、はい、それなりノーマルの足回り。ノーマルですね。あら、はい、いいショックやってますよとお伝えしておきましたけどまあでもねほらお客さんこのテントつけるときに、はい、重心高が頭の上に9、ね、60キロと90キロ乗ることを、はい、考えて乗り心地がこうなりますよっていうことを考えて多分買ってないですよね。多分そうだと思います。ですよね、はい、多分ね、はい、まあそうですね、当然キャンプ行くからね、はい、こうテントの、ね、上で寝れるようにってテントつけるんでしょうけど、はい、全くそういうこともなく。そうですね、うん、はい、まあ、買ってびっくりみたいな。そうですね、まあ、はい、いつものテストコースでございますけども、はい、今こうやって乗ってみると、はい、ちゃんと乗れますよね。普通に乗れますね、はい、毎回ほら2人でインプレでよく言うんですけど、はい、乗り心地がいいとあまり喋ることなくなっちゃいますよね。そうなんですよねなんか悪いところが目につくと、はい、まあ悪いところが目につくと笑うしかないか、はい、一生懸命いっぱい喋るかなんですけど、はい、例えばねこれ今だって普通にマンホール越えてますよ多分。
そうです、ね、で前後リジットでしょ。はい、そうです。まあ片一方にマンホールがあるんで当然その反対側にもいっぱい影響があって、はい、普通ならドタバタするわけですよ。はい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 。だってドタバタないですよね今ね。ないですね。こんな部屋に住んで、はい、石塚さんねやばいですよ、インプレ終わっちゃいますよでも本当にいい車だとねそうですよ、そうですよ、喋ることなくなっちゃう、喋ることなくなっちゃいますよこれ。ああ、いやでもね多分まああのね人気なルーフテントなんで、はい、つけた方は、はい、例えばねキャンプ場ってあの街中にないんですよ、ほぼ山の上とか、はい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 、ね、そういうとこにあるから、はい、行く道がね大体カーブなんですよこの山道の、はい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 、でその中でこのテント積んでノーマルの足回りとかで走ってたら、はい、そりゃ結構怖いもんでしょう。うん、相当乗りにくいんじゃないですかね。フラフラっていうか、はい、上にこう引っ張られるみたいな感じでしょ。そうですね。あ、振り子のように触れちゃうと思うんですよ、ね、でしょ、それはね多分ねさっきのねそのデイカ D5 でもなんかフロントの接地感ないよっていう話でしたけど、はい、こんなんだったらだってめっちゃ怖いですよ多分。怖いですね。うん、はい、もともとなんかそのな、まあ、64もそうだし7もそうですけど、はい、ドカーンと上げてってないじゃないですか。そうですね、あんまり上げたがるお客様が最近少ないですね。うん、内当たりでも大体3インチですかね、うんうん、やって75ミリ、はい、うんうん、アップぐらいがいいよって、うん、あのオーバーフェンダーの形状が43の時とだいぶ違うくて、はい、あのだいぶこう上にこう繰り上がってるじゃないですか、うん、だからそんな車高上げなくても、うん、タイヤとフェンダーの隙間が結構あるので、なるほど、あの見た目すごいハイリフト感があるんですよね。今時のあのジープもそんな感じじゃないですか、うん、そうですよね、そうですよね、うん、はい、そうなんですよね。だから JL なんかでも全然ちょっとこう大きいタイヤパッとはめれば、そうですね、全然雰囲気出るし、はい、あんま上げなくても35インチ入るよみたいなね、そう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 、はい、あるんで、だそうやって考えるとこの74なんかも、まあはい、ちょっとそうやって上げて、はい、まあ、あのワンサイズツーサイズ大きいタイヤ入れてあげたらいい感じ。そうですね、はい、うん、でも、ね、多分ねこれは純正プラス1センチぐらいしか直径上げてないですね、うんうんうん、あの幅は20ミリぐらい太くなってますけど、はいはいはい、うん、そのぐらいにとどめとかないと動力性能がね結構落ちちゃうんで、あとブレーキもだいぶ甘くなっちゃうんで、あとねちょっと大きめにしちゃうとすぐねノーマルバンパーに干渉したりするんで、あ、なるほどね、はい、はいはい、まあ切ってあげればね当たんなくなるところまで切っちゃえばいいんですけど、うん、それもなんかねまだもう新車下ろしたてでねバンパー切っちゃうっていうのもなんかちょっと残念じゃないですか、うん、はい、まあ、バンパーはバンパー、またね、なんかアフターパーツもたくさんあったりはしますけども、そうですね、うん、それこそね、こういう形、6474になってから、こう初めてジムにね、多分買ったみたいな人も多分いると思うんですよ、はい、そうですね、ね、やっぱりその兄さんとか、その時代とは、やっぱりお客さんのこう層というか、考え方もだいぶ違ってるなって。するんですけども、なんか乗用車の延長線上でみたいな方、多いですよね、そう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 、はい、なのでね、やっぱりこう、アウトドア。はい、とかでこうね、昔みたいなこう黒缶ドッカーみたいじゃなくて、アウトドアでやっぱこう使える車みたいなね、この車もそうですけど、はい、仕上げてあって、まあ歴代ジムにねコイルスプリングになってから、うん、標準のままだと、うん、どうしてもねこうね横ブル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 って横揺れしながらね、うん、走ってるんですよね、うん、だから車に弱い隣の奥さんとかだと車用意しちゃったりとかね、そういうことも起きちゃうらしいので、うん、ある程度剛性感のあるサスペンションとショックですかね、うん、はい、入れてと、はい、で、まあ、こういうちょっと重ためなルーフキャリアルーフテント積んでも、うん、だいぶロール感収まって、うん、気持ちよく乗れますよっていうような足回りもできるので、うんうん、そうですよね、はい、うん、そうそう、はい、だからねさっきからこう2人で話してますけど、いい足回りすぎて足回りの解説はないよねっていうような、そうですね、うん、踏切越えましたけどどうってことないですね、ないですよね、はい、そう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 、なんか私のあのジムニーのイメージだともう踏切はドッタンバッタンみたいな、そうですね、あ、はい、感じですけどもね、えこうやって乗ってみると全くそんなこともなく、屋根の上にこう積んでることを忘れるんじゃねえかっていう、うん、全然気にならないですよね、そう、はい、これはね当然屋根積んでる、まあそのヘビーチューンみたいなとこですけども、はい、まあ積んでなくても、はい、ホックスっていろいろセッティングできるんで、はい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 、それに合わせてセッティングするとこういう乗り心地になりますよと、
そうですね、いうことですよね。はい、そうです、うんうん、もっと普通にねいい車になっちゃうんですよね。そう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 、はい、あ、遅かれ早かれあの入れた方がいいっすよこのショックは、うん、そうですよ、うん、そう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 、どうせ入れるんだね早く入れた方がいいと思うし、そう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 、はい、もう私がねあの私のハイエースでもう身をもってそう思いますんだよね。もう3、はいはいはい、入れるまで3年ですよ。はいはいはい、その3年間もったいなかったよねっていう、うん、そういうことですよね。そう、うん、4万キロノーマルで乗ってましたから私。はい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 、まあ、タイヤホイールを先にって言われましたけどこの場合はね本当にでもあれはあれでタイヤホイール後で良かったのかもしれないけどね。まあまあ、まあ、そう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 、うん、本当にその状態が分かるっていうやつ、ね、そうですね。だから今回でも本当にねありがたみがよく分かった感じじゃない。あ、まあまあそうですよ ね、あのタイヤホイール後にし、うん、だからまあタイヤホイールってあんまりねそんなに影響ないんじゃないかと思いがちだけど、うん、そうそうそう、やっぱタイヤホイールもね大事な、そう大事だったっていう、うんね、あんだけ変わった感が、そうですよ ね、 すよね。逆に言うとなんかまあごめんなさい、なんかジムにあれでハイエースの話してますけども、うん、ね、逆にタイヤホイールってこんなに影響力あるんだっていう、そうですよね、のが分かった。普通格好でねタイヤホイールってなんか入れがちだけど、そう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 、ちゃんと意味あるんじゃんでみたいな、うん、そうそうそうなんですよ。そういうね認識が、うん、この間ねありましたね。ね、はい、未だにもうハイエースネタ満載でございますけども、はい、まあまあまあね、今回はジムニーということで、はい、うん、これシーラじゃないですか。はい、このテント自体は、はい、要は64の軽自動車ベースでも取り付けられる、あの屋根の形状は全く同じなんで問題ないと思いますね。はいはいはい、はい、ただまああっちの方が逆に言うとまあ軽自動車枠というかナローなんで、うん、トレッド狭いですからね、うん、まあパワーもそうですけど、うん、もっとふらついちゃうんじゃないですかね。ね、そうなりますよね。はい、はい、と思います。うん、そうやって考えると本当にその足回りっていうかね、つけてる人多いでしょうから。そうですね、うん、いい感じの街乗り感なんで今。そうですよね、うん、本当になんか普通に乗れますよね。そう、普通に乗ってるんで、はい、さあということで246でございます。気持ちいいです ね、 ね、このお客さんお金持ちだからね、ターボチャージャーまでついてるんですよ。なるほど、そうだからキュッキュ言うんだ。そうやった。だからうち の43ぐらい気持ちいいですね。ね、加速感は。そうそうそう、はい、でうちの方が 100cc 多いからねまあそうですね、エンジン違いますからね、でもね。そうなんですよ、ね、ああいい感じ。全然ね何事も起きないですよね。ああいい感じ、横風今当たってたけど、そうですよね、そんな影響を受けることもなく、ない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 、うん、はい、とっても気持ちいいですね。これ多分ね、あの東京とか関東というか神奈川住んでる人 もうどこ走ってるかお分かりだと思いますけども、はい、ね、ここ意外と路面継ぎ目がドッタンバッタンするんで、そうですね、あのカーブ曲がる時って意外と怖いんですよね。はい、うん、何事も起きないですね。何事もなく、うん、もうとっても屋根に60キロのものがついてる車じゃないもんね。まあ、車とはね全然思えないですよね。ジムにはね本当ね、あの足回りをちゃんと、まあ、このちゃんとっていうとこがねなんかミソなんですけど、はい、作ってあげると全く車変わりますよね。うん、いい車になりますよね。乗るために楽しくなりますよね。そういう車になりますよね。そうそう、これだから本当に乗るとあなんかこう
1台あってもいいんじゃねみたいな感じにね、はい、そう思う。だって 俺でさえさっきそう思ったね。そうそうそう1台あってもいいんだけどな。いや、そう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 ほんとそう、そういうふうに思う、はいはい、ちゃんと作るとこういうふうによくなるんだ、ね、うちもね、あの前の YouTube でもお話しましたけど、はい、43と74って全く同じ足回りのレイアウトなんで、うん、はい、そうですから、うん、うちは 1.6 リッターターボでね、うん、散々セッティング出してましたんで、うん、はい、はい、ターボチャージャー付きでもね、うん、全然答えてくれる足回りですね、うん、はい。だからね、ジムニーの足回りってその、まあ、リフトアップっていうところがまず一番先に来て、はい、で結局ね、私のイメージね、もう硬いんですよ。あ、そうですね、もう硬いだけみたいな、ね、うん、でもピョンピョン跳ねるっていうか、そう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 、そう、まあ、それがなんかジムニーだろうみたいな感じの乗り心地感だったのが、はい、もうね、ほんとあのその前乗ったね、43なんかもそうでしたけど、はい、全くイメージ変わりますもんね。そう、僕ね、前から言ってるけど、ちょっと柔らかめのバネが好きなタイプなんで、うん、はい、そうやって考えると、あとはダンパーでね、押さえてあげるっていう、乗り心地いいし、うん、安心してそうあの飛ばせるし、うん、そうなんですよね、うん、ハンドリングも全然悪くないですもんね、うんうん、だからあんまり硬くする必要がないというか、うん、だ最近あれですよ、フォックスで入れた車って、うん、居眠り防止でルーレット族対策なのかな、うんうん、横断歩道みたいなボン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 って茶色くなってるとかあるじゃないですか。あります、あります。あそこがね、なんか逆に楽しいの、うん、この道ずっと続いててもいいなって思うぐらいなるほど、ほどほどのポポンポポンポポンなんだけど、うん、すごい気持ちいいんですよ、うん、心地いいんですよ。あのね、わかる、うん、あれって普通の車だと、うん、まあ、早く終わんないかな、こんな振動嫌だなって誰でも思うと思うんですけど、そうそうそう、フォックス入ってるとね、うん、あそこの道ずっとわかる、ずっと続いててもいいなって思うぐらい、そうそう、なんかね、あの振動っていうかね、うん、あれを受けてる感覚がね、気持ちよくなるんですよ、はい、そうなんだよね、なんかねなんかそれがフォックスマジックなんだろう ね、そう、あれはね、最近すごい思いました、うん、この道永遠に続いてもいいなって、そうそう、うん、気持ちいいんですよね、なんか、ね、だからたまにほら、ノーマルの違う車とか乗るじゃないですか、はい、したらさ、同じ感覚で行くと、うおやべ、スピード落とそうみたいな、そう、全然違いますからね。でも楽しいから普通になんかね、うん、いつも以上に踏めちゃうんですよね。そう、勝手にだから踏んで、うん、スピードをね、うん、あの上がっちゃいますよね、勝手に、うん、乗ってて楽しい車っていうやつ、そう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 、うん、大事ですよね。私があれですよ、未だにハイエース乗って楽しいもん。そうでしょそう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 、だからうちのお客さんなんかも、うん、もうすっごい疲れてても、うん、やっぱそのお客さんは 1.8 のオートマなのね、はいはいはい、JB43 なんだけど、うん、ね、はいはい、1.8 ついててオートマで、うん、当然もう3インチアップでフォックス入ってますよ、はい、うん、もうね、疲れてれば疲れてるほど遠回りして帰るんだってで家に着く頃すげえ元気になれるんだって、わかる、うん、そういうお客さんいますよ。やっぱり私なんかもほら、こうやって撮影とかあだこうだで、はい、やっぱ疲れる時あるじゃないですか、はい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 、で当然ハイエースでね、撮影団でハイエースで移動してたりとかすると、はい、帰りがね、あの嫌な気分にならない。そうですよね、うん、さあまたあの乗り心地悪い車で何時間も帰るのかっていうふうに思わないですよね。思わない、思わない、そうそうそう、快適に帰れるからね。そうそうそう、だから車乗って疲れちゃう車ってね、やっぱいい車じゃないんですよね。そう、うん、そう、ああいいですよね、今のところなんかも、うん、全然ね、そう、よれかない、変な挙動が起きないですよね。そうそう、こうならない、本当のジムニーのね。ああ、いい感じもうね、いや、こんだけ気持ちよく走ったらこれは楽しいわね。え、あ、快適、快適ですよね。ね、うん、そうそう、何も変なことが起きない、ない、うん、でも吹き上がりも本当スポーツカー並みのいい吹き上がりですよ ね。でもこのね、ユーザーさんも
本当に車大好きな方なんで。いや、そう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 、あの本当にね、無駄なところにお金使ってないんですよ。あ、それはね、それはいい、いい話だ。そうなんですよ、うんうん、だ本当になんか分かってる人っていうか、うん、必要なところだけきちっきちっきちっとこうお金をかけていらっしゃる。そうそう、私ほら前も言ったことありますけど、うん、あのチューニングとドレスアップとカスタムは違うんだって話を、ね、そうですよね、した覚えがありますけど、やっぱねドレスアップって無駄遣いなんですよ。そうドレスアップだから、うん、確かにそうだよね。そう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 、なんでこの車はね、本当そのエンジンもそうだし、はい、足回りもそうだけど、はい、やっぱちゃんとチューニングしてる。そうですよね、うん、乗り心地ね、そうそう、今あの GoPro とかで足の動きも当然撮っていただいてますけど、はい、うん、後でね置き通りで車、そうですね、あの、うん、ちょっと何て言うんだろう、機能美というか、そう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 、そういうのをね多分醸し出してると思うんで。そう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 、だからみんななんか普通ね、うん、こうバンパー変えてなんとかで見た目でってそうそうそうドカーンってやるのに、だってノーマルバンパーですから、ね、そう、全国バンパーノーマルです、ね、ノーマルなんですよ。もう十分だと思います。そう、形を作るのは別にいいんだと、はいはい、まあ、それは お客さんの好みだからいいんだけど、はい、やっぱり車は走るから、はい、性能も大事なんですっていうね。ノーマルが走らないわけじゃないんですよ、だって自動車メーカー頑張って作ってるから、はい、走るんだけど、はい、そうですね、そう、はい、だそこにもお金をちゃんとかけましょうと、はい、答えてくれるからってやつなんですよ、はい、まあ逆にここまで、うん、あのエンジンのパワーから締まりからルーフテッドから、うんうん、ね、37までもうアルミホイル入ってて、そうそうそう、ね、ここまでやったお客さんだったら、うん、もうあと好きに格好でも何でもいっぱい、うん、そう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 、いじってもいいんじゃないのって思うけど、なんか順番、うんうん、その車を仕上げていく順番ってやっぱありますよね。そうそうそう、このお客さんすごいなと思って、うん、そうそうそう、ここまでやっててそのノーマル、そう、前後ノーマルバンパー、そうそうそう、まあ、当然この形が好きなんだっていうところもね、うん、あるのかもしれないけど、うん、でもね、なんかそういうところがね、私結構ね大好きなんですよ。そうですよね、まあ、自分のハイエースもそうだし、うん、そうですよね、そう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 、逆になんかそのかっこいいよね。そうそうなんですよ、うん、なんか分かってんねみたいな、そう、まあ、あのそういう部分があるのかもしれないですけども、うん、本当にね、なんか無駄遣いしてないそうくて本当にいい車になってますよね。そうそう、これこの1台は ねこのお客さん、あの YouTube チャンネルやってて、はい、はいはい、今回のこの撮影の前に、はい、実はお客さん YouTube やってるんですよっていうね、石塚さんから聞いて、はい、見たんですけど、はい、この人ね車好きだね、やっぱね、そう結構大好きみたいな、そうそうそうなんかフェーベンって出てきたりとかね、はい、うん、なんかこうマニアックなことやってんなとかね、うん、まあ当然この車で遊びに行ってたりとかね、はい、いろいろ知るとこだったっけな、あれいろいろ行ってたりとか、はい、いろいろしてるから、なんか青森の雪の中増してましたね。そう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 、はい、ああこの人ね、こうなんかこう車好き、なんかプリウスレスキューしてまして、そう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 、なんでああいう映像見ちゃうんでしょうね、うん、なんか。本当ね、そうそうそう、まあそういうので、ね、まあまたこのオーナーさんのYouTuber の概要欄貼っとくんで、はい、気になった方は見てもらえればと思いますけども。そうですね、これねフロントナンバーの裏にねウインチまで隠れてるから、ね、そうそう、びっくり、そういうのかっこいいよね。そう、うん、別に見せびらかさない、そう、うん、しかもノーマルバンパーでね、そうそう、すげえかっこいいですよ。もう俺ね、もうそこがね、なんかね、そういう本当の車好き感をくすぐる、うん、そう、今ねこうちょっと今回はちょっと最後道路混んでたんでルート変えてますけど、はい、まあ今までちょっとこうデリカとかハイエースとかこう私の趣味的な、はい、話的な車が続きましたけども、はい、こう石塚さんとこうね RV ファクトリーとジムニー工房ということで、はい、ジムニーいいですね、なんかこう久しぶりジムニー乗るのも、そうですね、うん、やっぱりね一家にランクル1台とジムニー1台かもしれない ね2つ大小2つライドダメかもしれないね、じゃないですか、もうもしこの後ハイエース乗ったらハイエースもねって言って、なんか家の中もう家車いっぱいみたいになるかもしれないですまあでもね、本当このジムニーはね面白い、乗ってて楽、今もちょっと踏切でしたけどもね、乗ったことなかったですよね、乗ったことなかったですからね、意外とああいうとこ身構えるんですけど、そうそう、飯塚さん、まあまあ今回はね、74はい、へーでしたけども、はい、変わった車っていうか変わった仕様、はい、ね、いうのもまあ、石塚さんとこね、やっぱりこう乗り心地のもう本当ね、なんていうかプロフェッショナル、はい、うん、っていうところの本領発揮と、そうですね、はい、はい、いうところでございますんで、うん、もうそれこそデリカにしろ、まあいろんな車ね、はい、はい、石塚さん今もう手掛けてますんで、
ちょっとこう気になった方はそうです、ね、お問い合わせ、あのハイパワーエンジンだったり、はい、あの後ろだけやたら荷重がかかっていたりとか、うん、っていうことを全く感じさせない、はい、いい車、ね、うん、に仕上がりましたね、はいはい、まあ、そんな感じで石塚さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。